2004年日本の補欠選挙では、日本の立法府である衆議院と参議院の議員を補充するため2004年に行われた補欠選挙の結果について取り上げる。補欠選挙は、議員が辞職、あるいは死亡したこと等で、欠員が生じた場合にその欠員を補充するために行われる選挙である。2000年の公職選挙法改正によって、 衆議院と参議院の補欠選挙は4月と10月の年2回にまとめて実施されている。なお補欠選挙の期日については、公職選挙法第33条の2において以下のように定められている。第2期間において補欠選挙自由となる議員の欠員が生じなかったため、2004年に行われた統一補欠選挙は4月の前半選挙のみである。 衆院参選局で投票が行われた。7月に行われる参院選の前哨戦として注目された、今回の補欠選挙では参選局すべてで自民党候補が当選する結果となった。民主党、木下候補は比例区からの倉返り候補である。この記事は以下のカテゴリーでも参照できます2004年衆議院、埼玉県大白区補欠選挙に関するカテゴリー、 2004年衆議院、広島県大国補欠選挙に関するカテゴリ2004年衆議院、鹿児島県大国補欠選挙に関するカテゴリありがとうございます。